はい、どうもシラフのリュウジです。はい、ということでですね、なんとまだ一滴も飲んでません。皆さん、一滴も飲んでないっていうことは、これから皆さん何をやるか分かりますね。そうです、思考シリーズをやります。皆様のおかげで思考シリーズものすごい評判いいです。出したレシピ全部皆さんやってくれて、美味しいって言っていただいてるので、だんだんねハードルが上がってきて、僕もねちょっときついですでもですね、まあ一応僕料理研究家なので、美味しいものをね皆さんに届けたいと、その思いでやってますので、今日もね、もう頑張ってやっていきたいと思います。今日はね、多分ねお待ちかねだと思います皆さん。今日は至高のハンバーグをですね、やっていきたいと思います。ちょっとシラフじゃきついな、この撮影はい、ではですね、材料説明いきたいと思います。今日はね、たっぷり大きいハンバーグは2つできます。まず牛豚合いびき肉 300g、 玉ねぎ1/2個、卵1個、バター 10g、 お塩少々、あとコンソメ小さじ3分の2ですね、あと水が大さじ3、パン粉です。パン粉がね大さじ4ですね。はい、で今日ね、ちょっとあの何が至高かっていうと、ちょっとね珍しいもの使います。あのゼラチンです。はい、粉ゼラチン、これ必ずスーパーに売ってます。青果コーナーに売ってますので、粉ゼラチンこれ用意してください。これでマジうまい、ハンバーグになります。でこの牛脂です。はい、牛脂、あの、まあ、スーパーで、お肉買うともらえるやつ、あのうちの近くのスーパーだと無料でもらえるんですけど、これを2つ用意します。皆さん、ハンバーグを作るためにちょっと下ごしらえをしていきます。僕の下ごしらえをしていきます。僕はあのちょっとこうお酒を飲まないとちょっとね動きが鈍ってしまうので、まず、お酒で僕を柔らかくしていきます。焼酎ですね、まあ、4割ぐらいですかね。氷を入れていきます。炭酸ですね、適量、適量です。静かに、静かに注いでいきます。はい、こんな感じですね。そしてレモンをぶち込んでいきます。これですね。そしたらですね、僕に注いでいきます。あー、こうすることによって僕の表情が柔らかくなっていきます。お酒の効果です、これは。はい、じゃあね、包丁を使う場面からね、やっていきたいと思います。まずですね、玉ねぎ1/2個、まずね、まあ、僕の切り方なんですけども、こんな感じでね、やっていきますね。僕ね、ちょっとみじん切りやり方ちょっと特殊なんですけど、こんな感じでね、ちょっとずつやっていくんですよ。こうするとね、何がいいかっていうとね、細かくなるんですよ、一気にやるより。はい、そしたらね、最後、まあ、こんな感じで、ここね、ちょっと粗いんでね、少しね、刻んでくださいね。で、玉ねぎはね、ちょっと置いといて、あとですね、牛脂ですね。牛脂も、後で混ぜ込むので、ちょっと刻みたいんですよ。ちょっとね、今日はね、柔らかい牛脂だから、そんなに刻まなくてもいいかもしれないですね。甘く刻んでください、こんな感じで。まあ、甘いね。先に言っとくんですけど、今日のレシピなんですけど、めんどくさいです。結構スタンダードに作るハンバーグなので、ただ、すぐにうまいです。それではですね、バターを引きます。先ほど細かく切った玉ねぎを炒めていきます。でここに、お塩少し振ります。お塩を振ることによって紅茶か紅茶かで玉ねぎがね炒まりやすくなるんですね。あの浸透圧、あー健康診断いかないとな。あの最近ね、料理のコメントより僕のことを心配するコメントが増えてきましたね。体壊さないでください。皆さん本当にありがとうございます。僕は死にません。火加減は僕は強火でやっちゃうんですよ。中火ぐらいでも全然いいです。はい、このね、バターで炒めたね玉ねぎ、すっごい匂いするんですよ。このすっごいいい匂いを嗅ぎながらレモンサワーを飲んでいきます。ですね、こんぐらいちょっとね焦げ目があるぐらいで僕はやっちゃうんですけども、これぐらい炒まったら大丈夫です。そうしましたら、お肉をこねていくんですけども、ひき肉 300g なんですけども、ここに、溶き卵、溶き卵ですね。はい、牛脂ですね。牛脂がもう、手でちぎります。はい、パン粉ですね。はい、パン粉大さじ1ですね。結構ありますねこれね。ここにあのパン粉にかけるように、
お水ですね。お水なんで入れるかっていうと、コンソメスープをね、入れたいんですよね。そう、あのお水を入れることによってね、意外とそのハンバーグ自体がね、柔らかくてジューシーになるんですね。ゼラチンです。これなんでゼラチンを入れるかっていうと、肉に中に混ぜ込むと保水するんですよね。だから肉汁が流れなくなるんですよ、ゼラチンを入れると。皆さんなんかそのよくあるじゃないですか、お店なんかテレビとかで肉汁がこんな出てるんですよみたいな。あれって肉汁って肉の内部にあった方がいいんですよ。なぜかというと、あの肉汁食べたいじゃないですか。ああやって流れちゃうと実はね、意味がないんですよ。肉汁は肉の中にとどまってた方がいいんです。このゼラチンは肉の中に水分をとどまらせる効果があります。なのですごくジューシー、肉汁が出ないハンバーグになるんですね。お塩ですね、まあ、少々入れます。今ね、僕のチャンネルには珍しいあの胡椒、こうやって振るとどうですか。だんだん料理研究家に見えてきたでしょ。まだ酔っ払いじゃないんですよ皆さん。さっき火を止めてちょっと粗熱取った玉ねぎを入れていきます。はい、でこれを入れて揉んでいきます。こねていきますね。でよーくね、よーく揉んでください。この時注意するのが、あの牛脂が固まってるところとかもあるんで、牛脂をね、ちょっとね、揉みながらあの分散させてくださいね。あんまり一つのところに固まってても良くないので、肉の全体に牛脂が行き渡るような感じで揉んでいきます。もう素手でね、もみもみして、ね、全体に行き渡らせてくださいね。そうしましたらですね、よーくこねたこのハンバーグの種、これをね、もう手刀で真ん中に分けます。コツなんですけど、真ん中くぼませます。なんで真ん中をくぼませるかっていうと、お肉の中心に熱が入りにくいからなんですよ。これね、あの厚さが均一になって中まで、火が通りやすくなるんです。こんな感じですね、はい、水も入ってるのでそんなにね固いハンバーグではないです。で、あと残りですね、あのこうやってね、こうやって空気抜いてあげてください。はい、こんな感じ、真ん中くぼませて。ではですね、運命の焼き作業に入っていきますね。まず火にかけます。で、ここでワンポイント、火は弱めにしてください。あの中火と弱火の合差ぐらいでいいです。で、なぜかというと、このハンバーグなんですけど、ゼラチンとかいろいろ入ってるんで焦げやすいんです。なので弱火でじっくりやっていくのがコツです。はい、で油もですね、本当に少量でいいです。ほんとこれぐらいです。はい、2口ぐらい。なぜかというと、ハンバーグに牛脂とかバターとかいっぱい入ってるので、このハンバーグ意外と焼くの大変なので、僕の火加減覚えておいてください。はい、中火ではない、弱火の中火。ここからですよ、運命のデュエル。かなりね、大きいハンバーグなので焼くのに時間がかかるので、弱火でじっくり焼きます。これいつもマジで簡単な料理をやってるんですけども、この至高シリーズをなんで作ったかというと、僕がマジでうまいものを少し手間かけても紹介したいからやったんです。これね、あんまりツイッターに出してないんで、YouTube をやって細かいところが説明できるようになったんで、この至高シリーズをやってるんです。はい、なので、本当にうまいものが食べたい人だけ作る。まあでもそんな手間じゃないけどね、僕からしてみると。でね、しながらの方がいい。蓋すると、中まで火が通りやすくなるので、決して焦がさないようにしてください。はい、蓋をして少し蒸し焼きにしたものですね。これが、まあね、結構ね、焦げ目ついてるので、いい色ついてますね。ですね。裏面もちょっと焼き目つけて。あの焦げるのね、早いのでね、慣れてない方は本当に弱火でいいです。これでね、多分ね、ちょっと焦げ目ついてると思うんです。そうなったら、お水を入れて、蒸し焼きにしていくんですね。はい、大体今ね、50cc ぐらい入れました。はい、水入れたら、これ、こんな感じ で、 今回は牛と豚の合いびきなので、もう中まで完全に火通さないと危ないので、このやり方で蓋をしながら、中まで火を通していきます。はい、それでですね、蓋をして4、5分蒸しましたかね。そうするとね、こんな感じで、どうですか、めちゃめちゃうまい。で、入れた水分はかなり、ね、蒸発してます。こんな感じで、
これ大きいハンバーグなんで中に火が通ってるか結構不安なんですよ。なので爪楊枝用意しました、これでね中が火が通ってるかどうか分かる。でこの溢れてきた肉汁が濁ってなければいい。肉汁すごい。こっちは多分通ってますね。でもこれこっちもほぼ通ってますこれね。でも少し不安なのでもう少し通ってて、あと1分です。あくまで弱火ですね。じゃあこんな感じになりまして、見てください、この流れる肉汁が透明になってきたでしょ。この肉汁、ね、透き通ってきたでしょ。これがね、この肉汁赤くなければいい。火を止めて、うまそうだね。最後にここに残ったうまみを使いながら、ソースを作っていきます。まず醤油大さじ2です。今回はね2つ分なので、あとみりんが大さじ2、酒が大さじ2です。味の素なんですけども、今回は、ね、2振りぐらいです。結構うまみ蓄えてます。で火にかけます。好みなんですけど、僕はニンニク好きなので、ニンニクを入れます。大体まあ2人前だと1かけ入れてもいいかな。少し溶かし込んで熱を入れてやる。ああすっごい香りがしてるんですよ。僕はね、ケチャップソース、ケチャップのデミ風ソースより、こういう和風ソースのが好きなので、和風ソースでやっていきます。ある方は、お酒をね、ブランデーとかウイスキーに変えてもいいです。このハンバーグにかけていきます。うまそうでしょ。それでは、至高のハンバーグ完成でございます。それではですね、いただきたいと思います。いただきます。うまい。ナイフ入れていきますよ。これですよ。まあ、ソースを拭ってね、いただきます。スーパーの合いびき鍋で作ったと思う。いいでしょ。これ噛むと溢れてる肉汁、本当にうまいです。正直僕このハンバーグを開発した時に、料理研究家無理だったらこのハンバーグでハンバーグ屋さんやろうと思ってたんです。それぐらい自信のあるメニューになってます。肉汁がねとどまってくれてるんですよ、肉の内部にね。これ外で食ったら高いですよこれ。今ね、真ん中食べたんですけど、ハンバーグのトロの部分ですよ。ここがね、もう本当にね、中の肉汁が噛むとぶわっと出る。僕、至高シリーズっていつも言ってるんですけど、これ以上のハンバーグ出会ったことないです。僕が一番うまいと思ったものしか至高って言えないので、このハンバーグはマジで至高です。ちょっとね、材料は多かったり工程多かったりするんですけど、本当に美味しい。専門店レベルですから。でも自分で作るとすごくねリーズナブルに作れるので、ぜひね焦げやすかったりするので、今回のやり方をちゃんと見ていただいてやっていただいて、最高のハンバーグは目の前です。マジでうまい。ぜひこの通りに作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということですね、皆様このチャンネル美味しそうだなとかですね、やってみたいなと思った方、もしくはですね、僕の飲みっぷりに男気を感じた方は、ぜひチャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。